こと？船内に誰もいないなんて。かつ同じことが起きた船があった。その船は幽霊船と呼ばれた。おいおい、やめてくれ。強盗やテロリストだったらいくらでも相手になってやるか。幽霊とか超怖いから。でも宇津島さんが感じた邪気っていうのはそれのこと？綺麗な満月だ。ちょっと宇津島、話聞いてるの？そうね、こんな美しい満月の夜には何が起きても不思議じゃないわ。なんだ、今ハロウィンの時期じゃないぜ、姉ちゃんよ。モリガン、モリガン・アンスランド。邪気の正体ってあなたのことだったの？お久しぶりね、チュンリー。それにレイレイちゃんもね。君が出てくるとろくなことがないから嫌なんだよね。敵意のない邪気だとは思ったが、知り合いか？お互い住む世界は違うけれど、一応ね。今この世界で面白いことが起ころうとしているの。それを見に来たのよ。やっほー、楽しくやってるみたいじゃねえか。うわ、やっば。ジュワフワーワーマイスペルライレイチュー。あいや、呆れた。ザベルザロック、あなたもこっちに来ちゃったの？その通りだぜ。またでかいことが始まりそうなんだよ。それは特ダネってことでいいんだよね？なんだてめえは。見た顔だな、ミラベッテのフランク・ウエストか。これはこれは、ミスター・ダイナマイト、ブルーノの旦那。それに ICPO の名物刑事チュンリーが。やはりこの船にはスクープが転がってたな。フランク・ウエスト、ミラベッテってあの事件が起きた町のこと？コロラド州ウィラメッテ、闇に葬られるはずだったあれをスクープしたジャーナリスト。フランク、ゾンビは得意でしょ？やっちゃってよ。やれやれ、またゾンビか。レイレイといい、縁が切れんな。あーわーわー、俺のレイレイちゃんは気安くやむんじゃねえ。地獄直下のショータイムを始めようぜ。まずはてめえだ。断らせてもらうぜ。ろくでもないショーは好きになれないんでな。知らねえぞ、俺と組んだら。邪悪なものを滅却する。分かってるよ。死ねや。任せとけ。蹴り倒して情報を聞き出すとしましょう。操作の基本は足ってことね、チュンリー。レディーファイト。
俺のことは気にすんなよ。クレイジーセブンショット、バズラッシュ、ブラークレイジーホットビラ、調子に乗っちまった。ヘッ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 ってのもなんだけど、しょうがないよね。もう一回言ってもらえるか。ネタとして使えそうだ。寿司馬流の秘技を。いけった。ならば花火をあげるまで。こいつは忙しいぜ。フリーランスは体力と精神力が命なんでね。そうそう、生きてればいいことあるって。うわっと、今度一体何なんだ。見たことのない化け物だな。船内にいたか、とった覚えがないか。ん、甲板に人が。まずいな、こいつらを追い出したのは失敗だったか。いいえクリス、どうやらこの船も化け物だらけのゴーストシップと変わらないようよ。そのようだな。品のないゾンビが跳ね回ってる。誰だてめえは。このザベル様に向かってよ。ゾンビばっかじゃないよ君たち、人間もちゃんといるから。私は教師だけど。あなたたちは誰なの。民間人ではないようだけど。それにこの船は、俺たちは沈没船の中にいたはずだが、どうやら揺らぎに巻き込まれたようだ。この船はバミューダ号。少し前にテロリストに占拠された豪華客船さ。前に取材で会ったな、クリス・レッドフィールドにジル・バレンタイン。フランク・ウエスト、あのミラメッテのジャーナリストか。クリスにジル、 BSAA の隊員ね。しかもフル株じゃなかった。 BSAA、 アンブレラ崩壊後製薬企業連盟が設立した。あれか、バイオテロリズムセキュリティアセスメントアライアンス。要するに対バイオテロ部隊よ。今は国連の管轄だったと思ったけど。その通りよ。その服 ICPO のチュンリーね。話が早いわ。ここで何が起こっているの。これはわしの推測じゃが、また何かが日本で起きておるのじゃろう。騒がしくなりそうじゃ。まだ船内に B.O.W. が。それに誰だ。この人素手で追い出してきたの。で、あれ、この日どっかでお会いしましたっけ。見た顔もあるようじゃな。わしは三島平八よ。この程度の化け物に遅れは取らぬわ。三島平八、そんなはずないわ。そんなに黒々とした頭をして、本人に聞かれたら引き抜かれるだけじゃ済まないわよ。わし以外の者が言ったのならな。じゃが、わしは正真正銘三島平八よ。本人が言っておるんじゃ。これ以上の証明はあるまい。あんたは各国の諜報機関にマークされている。容姿が変わったなどという情報はない。
開発中の新薬の影響でこの通りよ。若いわね。その分力にあふれている感じ。人間の代謝に影響を与える薬だと。ウイルスを利用すれば不可能じゃないか。寄生虫を使うって手もあるがね。ともかくどうするんだ。ICPO のいつもの刑事モリガン、魔界の連中か。まとめて片付けてやろうかと思ったが、昔のよしみだ。協力してやらんこともない。真意を確かめるのは後にしましょう。まずは化け物、次に状況確認よ。さて、ポッパジベルトしようぜ。内調に ICPO、PSA、そして魔界。他にもいわくつきのものどもか。これは都合がいいかもしれんな。物好きなやつよ、いいじゃろう。俺たちが何を考えている三島平八、甘く見るんじゃない。なんとかしそうな気もするのが怖いわね。よし、私たちの番ね。カモン。不吉だ。行くぜ。壊すわ。こんな奴が相手なのか。やれやれ。そうね、強行手段を取るべきでしょう。レディーファイト。ミスターダイナマイトのオーダー。すごい。当たるだろ。スタバレ。ネクロドゥエル。ケイオ。調子に乗っちまった。ついてねえぜ。この程度の戦い、日常茶飯事よね。いつもの事件よりはまあ楽だったかな。人間の世界も大変ね。俺だ。よし、スクープか。
ちるのも悪くないでしょ。気を散らさないで、始めるわよ。使えるものは何でも使える。やっと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 うわっ、俺の服が、あっちへ。ビッグバードキック、ショールフィッシュ。また遊んであげるの。おいおい、あんまり調子に乗んなよ。俺だ。ニハ。砕けろ、壊すぜ。山田、そろそろ出番だ。三島平八、若返ったという薬、出所はどこだ。さてな、何を気にしておる。ウイルスや薬品のことには敏感なのよ、私たちは。邪魔じゃ、どけ。邪魔じゃ。この世へ送ってくれる。砕けちぃ。うまくいったな。言うことなしね。蹴り倒して情報を聞き出すとしましょう。操作の基本は足ってことね。準備。おっと、後ろから失礼。そんな感じで当たるだろ。くっつけ。うらぁ、効くだろ、取っておきな。どうなってんだこいつは。あっち。ターンエンド。さてと。いじめがいがありそうね。そういう趣味はないから、一気に片付けるわよ。おっと、警察だ。そうそう、消却。そらそら、もっだって死ぬんだ、覚悟した。やびやがい。どうなってんだこいつは。ついてねえぞ。ソウルフィット。一つくらい弱点を教えてあげてもよかったかしら。敵に塩を送る必要なんてないでしょ。やばい。こいつか。行くわよ。この距離。これに耐えられるかしら。クリス、少し息が上がってるんじゃない？まだまださ、そんなにやわじゃない。スクープか。もう、あやーとか、先生とか言ってる場合じゃないわけ。俺もグッドとか、ファンタスティックとか言ってる場合じゃないな。レディーファイ。この仕事、俺が受ける。あっしほー。手すりだ。天に咲く花火のごとく。ケイロー。取材完了。毎回これじゃ疲れるな。なんか大変なことになってるようですが、さよなら。ターンエンド。あいよ。いじめがいがありそうね。そういう趣味はないから、一気に片付けるわよ。おっと、後ろから失礼。オーゼニアックスディー。最後だ。うわ、俺の服が。ショールフィッシュ。日々の鍛錬は嘘をつかないわ。どう、綺麗でしょ。開始。滅する。ターンエンド。さてと、かわいいわ。身も心も奪ってあげる。
ム執行妨害でしょっぴくわよ。レディーファイト。ミスターダイナマイトの強烈すぎる。おあいにくさま、あなた程度じゃ相手にならないわ。まあ60点ってとこかしらね。俺たちか。任せとけ。ターンエンド。行くわよ。俺だ。行ってみよう。レディーファイト。不吉な予感がする。そらそらそら。わかった。レディーファイト。巻き込まれても知らんぞ。あの世へ送ってくれる。突撃インタビューと行くか。おもちゃだけどな。カメラカメラ。レディーファイト。俺たちが援護に回る。とどめだ。仕事は果たしたな。後始末はつける。よかろう。レディーファイト。突撃インタビューと行くか。チャンスはしない。